ひらかずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたします。起立お願いします。お願いします。お願いします。こんばんは、日田和子と平井和孝です。さあ、3週間ぶりに白石浩二郎さんのバンデグローブ報告です。と言ってもこの収録が昨年の12月24日なんです。ですのでちょっと前の報告になるのですが、スタート直後にメインセールが破れるという大きなトラブルに見舞われながらも、1週間かけてセールをつなぎ合わせてレースに復帰した白石さんですが、12月24日現在元気よく走ってますよ。前回リタイアした南アフリカケープタウン沖の南氷洋も無事に通過しました。破れたメインセールはシカフレックスという特殊な接着剤で貼り合わせたのですが、その接着剤がどこまで持つのか、吠える40度と言われる南氷洋の風と波にどれだけ耐えられるのかが心配していたのですが、数日前に白石さんがメインセールを下ろして確認した時の動画をアップしてくれたんです。その動画の中で白石さんは、1週間かけて直したおかげでセールはヨレヨレだけれども大きなダメージはないのでこのまま上げようと思います。このメインセール本当頑張ってくれてます。奇跡のセールです。このセールが頼りなんでね、これからも大切にしていきたいと思いますって嬉しそうに言っていました。動画を見ていると、奇跡のセールですって言ってる白石さんが誇らしげなんです。嬉しそうなんです。メインセールに対する愛が感じられるんです。白石さんにとってこのヨットもセールも道具じゃないんです。相棒なんです。もう見ていてこっちまで笑顔になっちゃいます。白石さんが私たちに見せたいのはきっとこういう姿なんでしょうね。私たちだって生きていればいろんなこと起きますよね。それを一つ一つ自分にできることを精一杯積み上げるんです。それでもうまくいかないこともありますよ。でもうまくいくこともあるんです。精一杯やったらたとえヨレヨレのセールだって誇りなんです。大事な相棒なんです。白石さんやっぱりいいですね。さあ、その白石浩二郎さん、本日1月13日はきっとオーストラリアを越えて南氷洋を東に走ってる頃じゃないでしょうか。また報告しますね。それではまた来週。